令和層がダサすぎるチキチキイメチェン企画ー、おーイエーイということで皆さんに集まっていただいたのは、ちょっと令和層ってやばくない、うん、まあ、各方面やばいけど今回はどの方面で攻めるんですか。今回は、うん、見た目がやばいんだよ。あー、なるほど。まあこの二人はいいかも折れないいやいやいや、かわいそう。折れないグイってこっち側だよって言われてすぐおしゃれでイケイケで、うん、本当はね、もっとイグジットの軍団みたいにしたいのよイグジット軍団に。で、やっぱ中高生からキャーキャー言われたいわけで、特にね、令和層のこのメンズのおしゃれさの足を引っ張ってるやつが一人だけいるんですよ。おー、今回はそいつをみんなで改善していこうと。改善というか、もう別人に仕立て上げようと思います。それでは先般の P さんに登場していただきましょう。お願いします。おい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 、いやいやいや、おかしいだろ先般もおかしいだろ声量もおかしいだろ。声量もおかしいです。近所の下にも迷惑をかけるちょっと一回全身見せてもらいたい、ね、ということでね、はい、P さんがダサいんですよ。はい、これですね。ちょっと顔は見てない、見えてないんですけれどもはいはいはい、はい、売らないこれ。膝立ちでいいかな、これ。これどう。いや、これはあれですよ、内藤さんからいただいた洋服ですよ体操服、体操着じゃん、これ。ブルマーと合わせるやついい生地の、ね、下もね、下もむずい、インクだし、これはね、昔本当に課金しないアバターで、ヒゲもすごいしね。まあね、別に普段ね、動画撮るわけじゃなかったら剃らないですから。髪型もね、はい、なんか人工芝みたいな触り心地なんですよそうですよね、ステッキなんだ。で、今回はこれを中高生がキャーキャー言うぐらいのイケメンに変えたいと思います。やったー、いや、変えてもらう分には俺は嬉しいですよ、うん、変えれるもんなら、はい、うん、だから P さんファンも見て、はい、あ、P さん変わったなと、うん、だから次の動画から P さん見違えります。見ててくださいP さんが変わっちゃったら、はあ、本当に矢崎さんだけダサくなっちゃうそれは大丈夫ですか。アフターはそうですね、そうですね、今後僕の変身企画もやります。あ、なるほど、はい、確かに。ただ僕あの目標があるので、皆さんこうやってチャンネル登録さえしてくれれば、はい、僕の変身企画が見れます。なるほどね、はい、今はね、矢崎さんはうつつ抜かしてる場合じゃないので、そう、はいはいはい、ぜひともチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、はい、ということでね、各やっぱ髪の毛と服と、はい、あとね、お顔もね、お化粧をしようと思って。お顔、お化粧は何なの。なるほど、ね、各担当をね、実は割り振ってきたんですよ。はい、はい、じゃあまず上からいきますよ。はい、上から髪の毛から、髪の毛は、はい、内藤さんに決めてもらおうと思います。おー、はい、内藤さんのね、バーバーとかも僕真似してね、うまくいってだから内藤さんのことを結構尊敬してて、で、髪の毛も内藤さんの後をついてったりとか、うん、いろいろしてますよね。まあまあしてますね。だから僕、悪いことしてます顔はひいこに化粧をしてもらえる。そうですね、うん、え、女の子になっちゃうんですか。大丈夫ですか。大丈夫です、その男性メイクっていうのあるんで、はい、そしてこの服は、うん、ケントゥが選んでくれます。おお、はい、これ重要ですよ。心配ですよ、だってほぼ服じゃないですか。まあ、ね、まあ、確かに確かに。いや、ね、そうかな。で、一応テーマを考えたんですけれども、はい、大人カジュアルを目指そうと思います。なるほど、確かに、まあ、もう20代後半になってきますし、うん、そうですね、もう30歳ですよ、なんだかんだね。いや、もうだって今の格好とかさ、なんだこれ、子供幼稚園、なんだ子供フォーマル、子供フォーマル子供、いや確かに学校で着る服だからフォーマルではありますけど、そうかそうか、そうかそうか、180のみんなの力で入っていきましょう、はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、ということでまずはね、 P さんの服を選びに新宿までやってきました。はい、お願いします。でね、今日の P さんの服をどんな感じに変えていくのまあ前回とちょっと変わっちゃったんですけれども、ね、はい、大体同じですねそうですね、同じようなものを何着か持ってるいつもそれだもんね。そうですね、はい、まあ、だせっかくなんで、うん、ちょっと大人っぽいおしゃれというか、うん、な感じで、まあ、ちょっと今少年っぽいんで5歳ぐらい年齢アップで見えるぐらいの感じで、ですかいや、大人ビル、若々しくありたいですよ大人ビルということで。なるほどね、じゃあ、はい、ちょっと大人の服を買いにビックロまで向かいたいと思います。はい、はい、ということで買ってきました。はい、
まあちょっと悩みましたけれどもね、はい、まあなんか3パターンぐらい候補を作って、はい、まあ一番似合ってるかなっていうものを P さんに選んでいただきました。やった。あ、 P さんが最後は決めたんだ。まあでも僕から見ても一番似合ってるかなと。おお、はい、なるほど。え、ちなみに合計でいくらしたんですか。あ、でも5000ちょっとぐらいだね。なるほど。じゃあもう結構お手軽な金額 で、 そうです、ね、はい、視聴者の方も P さんを真似しようと思えばすぐに真似できる。なるほどね、はい、ちなみに色味だけ教えてもらうこと可能ですか。あ、でもこれアースカラーですね。まあ確かに、ね、アースカラー、はい、でもまあ最近流行りのセットアップで、あ、まあ最初にね、なんか大人な感じって言ったんで。なるほど、そういう感じになってるんじゃないかなと思います。それでは P さんの変身楽しみです。次は髪の毛を切りに行きましょう。よいしょはい、ということで次は P さんの髪型を決めに渋谷のピースさんまでやってきました。で、髪の毛の担当は内藤さんがやってくれます。なるほど、俺がチョイスして。そうです。もう服は決めたの。服は決めました。なるほど、今買ってきました。あるんですけども。あ、そうなんだ。見ます。いや、大丈夫です。大丈夫です。服を見ずに髪型を決めるつもりなんですね。そっちの方が面白いから最後に。ああ、なるほど。じゃあちょっと竹内さんとか相談させていただいて。はい、では竹内さんどうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうですかね、やっぱテンパー結構すごいんで短めの方がなんか男らしい感じでっていいかなと思って。確かにね、ちょっとすっきりした方が、はい、これもだいぶ伸びてるもんね。色は変えた方がいいですよね。ね、色派手めとかにしたことある。いや、僕一回も髪染めたことないです。え、大丈夫染めんの。いや、僕は全然。あ、本当に。はい。あ、じゃあちょっと染めてちょっと派手めな髪型で、うん、で逆にこのパーマが本当にちゃんとおしゃれにかけてるパーマ風に見えれば、うんうんうん、確かに、ね、外国人風みたいになりますね。確かにね。え、金髪とかですかね。ガラッと変えます。はい、お願いします。お願いします。お願いします。いつも染めちゃうんですね、確実に。痛いの嫌だな。確実に染めちゃいます。うわすごい。人生初の。人生初ですよ。じゃあ塗っていきます。さあ、人生初のブリーチ。おお、もうこれから後戻りできないですか。もう後戻りできない。いやー、どうなんだろうな。いや、でもなんか外国人風のやつにしたね、いい感じになりそう。どうですか。渋いですね。渋いですか。でも思ったよりも、はい、抜けたなって感じです。ああ、なるほど、赤抜けたなって感じですか。赤抜けてきた。今まで赤がこびりついてましたからね。赤がね。赤だったの。赤かったんだ。これ本当にすごいっす。全然違いますね。マジでかっこよくなってる。お、本当に。うん、普通に、はい、あのダンディなイケメンになった。ダンディなイケメンだったね。うん、なんか今までのピーさんのイメージじゃない。でこれまだピーさんは眼鏡かけないから、はい、自分ではぼんやりとしか見えてない状態です、ね。まあ、色が変わったなぐらいですね。これかけてちょっと自分で見てほしいね。はい、じゃあいきます。はい、じゃがちゃん、よいしょ。おお、すごい。すごいよ。マジでかっこいい、うん、俺の天然パワーがとんでもないことになっている。めっちゃ綺麗。そう、色合いもめっちゃ綺麗です。いい色だ。色合いもいいですね。すごいいいですね。で、ちょっと前に垂れてる感じもセクシーっていうか大人な感じがして、うん、今まで受けた美容師で一番感動してるかもしれない。あら、おぉ、さすが竹内さん、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ美容師が一番言われてる感じですね。嬉、はい、これで着替えてメイクして、はい、最後楽しみです。お願いします。はい、やってか、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ピースさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、髪の毛を切ってきまして、うんうん、ラストはこのひーこ姉さんに、はい、お化粧をしてもらおうと思います。いやー、ちょっと楽しみすぎて。おー。準備万端っすよ、こっちは。なるほどね、はい。どういう感じに化粧していくとかあります？いや、でも、本当にちょっと、基本を抑えつつですね、うん、まあ、ちょっとあの男性の魅力をパワーアップさせるようなそういうメイクにしていきたいと思います。なるほどね、はい、いろいろ言ってきましたけど内容が無でした。で、どんな化粧品が手元にはあるんですか。いや、これ
ねちょっと奥くんの舞台メイク借りてるんですけど、基本的にはプチプラ系と言いますか、あ100円ショップで買えるようなダイソーだったりとか、ちょっと今から使うこういうのも令和層で共有で使ってるこの、え共用なの、そうこれね、プチプラ系ってそうこの辺プチプラで、じゃあちょっと今から化粧やっていくので、一回化粧水いで顔を拭き取ります、はい、はい、じゃあちょっと失礼しますねちょっとね、やっぱり男の人ってこう夜になると油ギッシングピーポーになってくるじゃないですか、うん、なのでこうちょっと油をこう引かせて、ピーさんお肌めっちゃ綺麗だしね、小顔なんですよ、本当か、結構あれだね、やっぱ焼けてますね、本当ですか、うん、ガングロというか、部屋あんま出ないけどね、そっか、でもめっちゃ肌は綺麗ですね、へー、このひげはなんとかなんない、このひげはひげね、これってさピーさんもうマックスで剃ってる、だってあ剃ったらもう10 24時間前とかだよ、だから12時間前とか一瞬でこのひげが出てきちゃうってことでしょ、うん、そうだね、12時間でそんなもんでしょ男のひげってね、見てでも肌綺麗になってません、まあ確かに綺麗になってる、そうだいぶね、うん、ゴツゴツした感じがなくなったよね、うん、今まではなんか岩肌みたいだったけど、うん、ちょっとなんかこんにゃくみたいな肌になってきたね、そうだね、じゃあそれでうまくヒゲを消してるんだ、まあできる限りね、はい完成しました、おー、いやイケメンじゃない、ちょっとね、うん、変わりすぎてちょっと俺は鳥肌が立ってる、軽くいやすごいね、超かっこいいね、めっちゃかっこいいね、だって令和荘のビジュアル担当してもいいかもしんない、うん、いいよいいよ、うん、このメイクのなんかコンセプト的なものはありますか、コンセプトこだわった点とか、そうですね、やっぱり結構ね、うん、Pさんは目鼻立ちがしっかりしているので、うん、多分しっかりメイクしてますって感じでも Pさん似合いそうなんで、ダンディーめに仕上げてます、わかりました、はい、ありがとうございます、ちょっとねみんなに見せるのが楽しみっす、はい、はい、ということで皆さんのおかげであの P さんが大変身しました、うわー楽しい、でみんな完成形はまだ見てないんでね、奥君は何も関わってないし、何も関わってない、でひーこは一応服は見てない、見てない、でケントゥは服は見たけどそれ以降見てないわけですよ、全然違います、もうねケントゥが令和荘のビジュアル担当の時代は終わりましたマジで、うん、明日からは P さんがビジュアル担当。本当に？はい。え今ビューティーコロシアムみたいにここにあの前の P さんがいるんで。一応男子出してるみたいな感じで。男子を出していきましょう。早速登場してもらいましょう。はい。P さんお願いします。はい。おお。これよ。すごい。えこれ本当にすごくない？やばいよ、これ街中ですれ違ったら気づかない確かに、多分今の P さんのチャンネル登録者数、次の動画から P さん見てあれ違うなと思っちゃう違う人がやってるのかなと思っちゃうねえ、見違えりましたよ、なんか皆さん、なんかこだわりとかあるんですか、確かに、ああそうですね、なんか、まあでも洋服はもうセットアップかなとは最初思ってて、うん、まあちょっと大人っぽいイメージっていうのがあったんで、うん、でまあいろいろね一応パターン着てもらったんですけど、なんかその白系とか青系とかも試したんですけど、やっぱ P さんの肌とか雰囲気に合ってるのはこの色かなって感じになって、ちょっと落ち着いた感じのセットアップで、アースカラーで素晴らしい、はい、ケントゥも同じセット持ってるよね確かいやそんな同じじゃないですよで髪の毛は、うん、内藤さんがいろいろ言ってたんですけれども、ほとんど美容師が決めてくれてました、美容師の竹内さんが、うんうん、一度脱色したのかな、脱色した後また染めてくれて、かなりね手間と時間がかかってます、多分2時間ぐらいかかってますこれは、そうこれすごい、なんか、うん、その清潔感あるのにおしゃれ感もあるっていう、そうこれはめちゃくちゃすごい、髪の毛はめっちゃ変わったと思う、奥君も直せよと思います。俺いいでしょこれで、ね、今いいでしょ。ねえトンボみたいになってるけど。いいよね俺ね。トンボみたいになってるけど。いいよね。でひーこは。そうですね。おひげさんをちょっとこうやっぱり主張激しいもんね、あの閉じ込めるように極力ねやったりとか、アイメイクもちょっとしてます。おお、なんか目パッチリしてるもんね。手塚治虫の火の鳥みたいな目してるもんね。要はもうまつげくるんだってね、まつげくるんだから意外とね生えますし、確かに、うん、いやでもね、うん、
本当にすごいし、なんかその3つ服と髪型とメイクが噛み合ってる。確かにすごくこう落ち着いてるけど、うん、おしゃれっていう、うん、全部コンセプトがちゃんとしてて、うん、めちゃくちゃぴったり合います。大人カジュアルになりますよ。本当に大人カジュアル、うんうん、維持できそう、うん、多分無理え、こんな会話あるの？そう、だから奥もやりたくなったでしょ。いや、あんただよ、まずまずあんただよとりあえず、チャンネル登録者数、僕のチャンネル登録者数が今あとね、890人増えないと、この令和層っていうのを出されてしまうので。でも、あとちょっとですよ。そう、あと少し、あと少し皆さんがチャンネル登録してくれれば僕の大変身が見れます。はい、女性のみんな、僕に免じて登録してよあと令和層のチャンネル登録もお願いします。お願いします。多分この企画がやればやるほどちゃんとイケメンが増えていくと思うので皆さんのチャンネル登録がイケメンを増やすと思ってください。コメントで次誰やってほしいか、はい、確かに、うん、では令和層のイケメンを増やすのはテレビの前のあなただオンエア方式オンエア方式